1.4ブタンジオールは、プラスチックなどの原料となる、有機化合物であり、鎮静作用も持っている。ブタンジオールの4つの異性体のうちの1つであり、無色で粘度の高い液体である。ポリブチレンテレフタラートなど、プラスチックや、繊維の原料となる。また体内で、ガンマヒドロキシラクサニエと代謝され、代謝されていない状態でも抗生神作用があると、考えられている。 工業的にはアセチュレンを二等量のホルムアルデヒドと反応させて1、4ブチンジオールを作る。これを水素化することによって1、4ブタンジオールができる。また、エステルとマレイン酸やコハク酸の無水物を基礎で水素化することによっても合成できる。1982年に三菱化学は豚ジエンを基質とする製法を工業化した。その方法では、 パラジウム触媒と酢酸で1、4次アセトキシ化した後、還元、加水分解を経て1、4ブタンジオールを得る。1、4ブタンジオールは、工業的には、溶媒として、また、PET 樹脂などのプラスチックや、繊維の原料として用いられる。リン酸の存在下に高温で脱水され、重要な溶媒である、テトラヒドロフランになる。1、 四ブタンジオールはまた NMP や NVP の潜具体であるガンマブチロラクトンの原料となる。ルテニウム触媒の存在下約摂取200度ではジオール部分が脱水素化されてガンマブチロラクトンが生成する。抗生新薬として使われ代謝産物のガンマヒドロキシラク酸と同様の効果を持つ。事例報告によると1、四ブタンジオールは吸収時に GHB の形にならなくても強い感覚を起こさせることが指摘されている。また、臓器の内特に肝臓に損傷を与えることも指摘されている。乱用は中毒や死を招くこともある。1、4ブタンジオールはアルコールデヒドロゲナーゼとアルデヒドデヒドロゲナーゼの触媒によって GHB に変換され、この2つの酵素の強さの比が作用や 副作用の個人差につながる。これらの酵素はアルコールの代謝にも関わっているため薬物の危険性との間に強い相関がある。オーストラリアで販売された中国製のバインディーズという玩具が1、4ブタンジオールを含んでいるという理由で2007年11月に卸業者によって回収された。この玩具では少量の水の中に小さなビーズが浮いているが ガスクロマトグラフィーによってビーズから1、4ブタンジオールが検出された。1、5ペンタンジオールを使うべきところを製造工場がコスト削減のために混入したとみられている。1、4ブタンジオールの価格が1トンあたり1350から2800ドルなのに対して、1、5ペンタンジオールの価格は1トンあたり9700ドルとなっている。 1,4ブタンジオールには2通りの薬効があると考えられている。主要な薬効は代謝物である GHB によるものであるが GHB への変換を経ないでもアルコール様の薬理効果を持っているという証拠もある。アメリカ合衆国では政府は1,4ブタンジオールの規制を行っていないがいくつかの州では規制の対象に加えている。 日本でも規制はされておらず、脱法ドラッグの一つとなっている。ありがとうございます。